ヤーマイナス2ヤーマイナス2は第二次世界大戦中に使用されたソビエト連邦の長距離中型爆撃機である。本機は戦争前の試作旅客機バルティニストルマイナス7を元に開発され、1941年のバルバロッサ作戦以降にはエストニアの基地からのベルリン爆撃に使用された。 工場を優先度の高い流進入マイナス日常攻撃機の生産に振り向けるために1941年8月に生産停止となったが、1943年末に新しい燃費効率に優れたチャロムスキー役マイナス 30B 航空用ディーゼルエンジンを装着して生産が再開された。長距離中型爆撃機として設計されたにもかかわらず、ヤーマイナスは、 モスクワの戦いでは戦術地上攻撃作戦に借り出されて甚大な損害を出した。前言しつつも残存機は使用され続け、1943年8月に最後の一機が飛行学校へ移管された。しかし1943年に生産が再開されたことで1945年4月に再び実践任務に投入された。 ヤーマイナス2は1940年代末に4発爆撃機に代替されるまで長距離空軍で収益し続けた。ロベルト・バルティにはゾック 2GVF の主任技術者だった時にストルマイナス7旅客機を設計、製作した。ストルマイナス7の性能は非常に良好であり、特にペイロードの面で相当裁量が総重量の56%以上を占めていた。 1938年初めのテスト飛行中に、最大離陸重量での離陸中に試作機が墜落し、同年2月に、バルティーニは逮捕され、シベリアのグラグに収監された。バルティーニの逮捕後にストルマイナス7の設計を長距離、爆撃機に転換する任務を帯びて、ウラディミール・エルモラー AF が、第240設計局の主任設計者に任命されるまで、 ストルマイナス7は修復されずに放置されていた。修復後にストルマイナス7は1939年8月28日に実施されたモスクワ、スベルドロフスク、セバストポリ、モスクワの 5086km を平均速度時速 405km で飛行する無着陸記録飛行を含む飛行試験プログラムを実施した。爆撃基盤として命名された。 DB-240 の主要な設計は1939年初めには構造体がほぼ全面的に再設計されたために DB-240 にはストル -7 の全般レイアウトから引き継がれたものはほとんどなかった。パイロットの下方視界を改善するためにコックピットは左側に寄せられ後方視、 爆撃手は7.62マシカス機関銃を装備した全面ガラス張りの機種に座り、通信士はパイロットの右側下方に位置していた。機体背面に 12.7mm ベレージンと機関銃を備えた半引き込み式銃刀と仮面ハッチに 7.62mm シカス機関銃を装備し、爆弾層内に最大 2000kg、機外に2発の 500kg 爆弾を 喧嘩可能で 4600kg までの燃料を搭載できた。DB-240 は実験段階のクリームオフ M-106V 型12気筒エンジンを装着するように設計されていたが、M-106 エンジンが入手不可能であったために低出力のクリームオフ M-105 を使用せざるを得なかった。 DB-240 の試作機は1940年5月14日に初飛行を行い、9月27日に軍の領収テストが開始された。低出力エンジンのおかげで DB-240 は計画性能には到達しなかった。計画値の高度6000メートルで時速500キロメートルに対して、 高度4250メートルで時速445キロメートルしか発揮できなかった。防御兵装は不十分であると考えられ、その他の問題点は非常に長い離陸距離とエンジンの欠陥等があった。しかし、1000キログラムの爆弾を搭載して超高速距離4100キロメートルという長所はこれらの欠点を相殺した。DB-240 は エルモラー FR-2 として、ボロネジの第18工場での量産が命じられた。1941年3月から生産が開始され6月22日まで約50機が納入された。これらの機体は試作機よりも約5時速 8km 低速であり、標準重量は 12,200kg から 12,520kg へ増加していた。 工場を優先度の高い流進いるマイナス日地上攻撃機の生産に振り向けるために、ヤーマイナス2は128機を生産した後の1941年8月に生産停止となった。1機のヤーマイナス2が実験段階にあったミクーリン AM-37 エンジン、強化された膠着装置、広報紙と重視用の防弾座席と元々の7 6 2ト、mm、ル。 主化す機関銃の代わりに1 2 7ト、mm、ルと機関銃を装備するように改装された。この機体は1941年7月に初飛行を行い、高度6 0 0 0ルで時速5 0 5トルに達したが、1 0 0 0ラムの爆弾搭載時の航続距離は3 5 0 0トルへ減じていた。この型の顕著な問題点は、草地カス走路からの運用を妨げる長大な 離陸距離であった。このエンジンは信頼性が低かったが、ミクーリン設計局は、冷却に関する問題を解決するための資源を削くことができず、ドイツ軍の侵攻により、工場がモスクワから撤退せざるを得なくなった10月には、作業がキャンセルされた。チャロムスキー M-40 回、ディーゼルエンジンも1941年に、ヤー -2 に装着されて評価された。 すべてのディーゼルエンジンと同様にこのエンジンは通常のガソリンエンジンと比べて大幅に燃料消費率が向上していたが重量の面ではかなり不利であった。このエンジンを使用することにより最大離陸重量は 13,500kg に増加し、これに応じて膠着装置の強化と翼面荷重を同一に保つために主翼面積を増加させる必要が生じた。 この M-40 回エンジンを装着した方の最高速度は高度6050メートルで時速430キロメートルに達したが M-40 はまだ実用段階ではなくこの方の開発計画は破棄されたこの機体エンジンの組み合わせは十分な性能を発揮できなかったため M-40 と密接に関係しているがより熟成の進んだ シャロムスキー約マイナス 30B ディーゼルエンジンとの組み合わせで開発作業は続けられた。コックピットは2名のパイロットが並列に座るように改良され、主翼と尾翼の面積が増やされた。背面銃当の 12.7mm と機関銃は20マッシュバック機関砲に機種と胴体下面の 7.62mm しかす機関銃は 12.7mm と機関銃に 交換された。燃料は最大5 4 6 0ラムまで搭載することができた。ヤーマイナス2、アクマイナス 30B は1943年末からイルクーツクの第39工場で生産に入り、生産初号機は翌月に軍の受け入れテストに供された。余剰の数機はヤーマイナス 20NVIP 輸送機へ改装された。 1941年6月22日にドイツの侵攻が開始された時には、ヤーマイナスには、まだ実戦配備されていなかったが、その後間もなく第420と第421兆、距離爆撃連隊が編成された。しかし、両連隊ともに夏の終わりまでいかなる作戦任務にも参加しなかった。8月10日の夜に第420長距離。 爆撃連隊のヤーマイナス2が第432兆。距離爆撃連隊のペトリャコフポリエチレンマイナス8と共にベルリンへの爆撃に赴くためにレニングラード近郊のプスキナ飛行場から離陸した。完全爆走のヤーマイナス2にとっては滑走路が短すぎたが3機はなんとか離陸に成功した。2機はベルリンまたはその周辺部への爆撃を達成したが 無事に帰還できたのは1機のみで、別の1機はソビエト領空へ戻った時に、友軍のポリカルポフアイ -16 に撃墜され、3機目は行方不明となった。第420長距離爆撃連隊所属の3名の搭乗員が8月28から29日と8月30から9月1日の夜に、モスクワ南東のラメンスコエ飛行場から、ケイニヒスベルクを爆撃した。 1941年10月1日には63機のヤーマイナス2が収益していたが、実動状態にあったのは34機のみであった。11月の初めまでに第420長距離、爆撃連隊は154早期に出撃し、40機中の30機を失った。この中の半数以上は戦闘以外での損失であった。モスクワの戦いの間に、 ドイツ軍の最前線戦術標的に対する低空、攻撃に不適切にも投入されたおかげで周期と、当器には、損失が最高潮に達し、1942年3月18日には、稼働中なのはわずか12機となっていた。8月4日時点で第747長距離、爆撃連隊の手持ちのヤーマイナスには、わずか10機となり、短期間スターリングラード攻防戦へ投入された。 奇数が減る中で残存期は飛行を続け1943年8月に最後の数期が第2新鋭長距離爆撃連隊と第747長距離爆撃連隊の手で飛行学校へ移管された。やーマイナス2は1943年末に生産が再開されたが1944年6月1日までに新造期は1期も 実戦部隊へは支給されなかった。しかし1945年1月1日には42機が、戦争終結後の5月10日には101機が、収益していた。生産再開後に、ヤーマイナス2が使用された。最初の実戦任務は、第327と第329爆撃航空連隊による1945年4月7日に実施された軽ニヒスベルクへの爆撃であった。 ヤーマイナス2は1940年代遅くに、スポレフツマイナス4のような4発爆撃機に、代替されるまで長距離空軍に収益し続けた。サンメンズガンストン、ビル、エンサイクロペディアオブロシアンエアクラフト 18751995P503。ありがとうございます。